福岡法務局は、福岡市にある法務省の地方支分部局で、福岡県を管轄している。なお、局長は、管内の地方法務局を、指揮監督する。また、直接の登記事務の管轄として、不動産登記は、福岡市、中川市、商業、法人登記は、福岡市、大牟田市、久留米市、飯塚市、柳川市、川市八女市、筑後市、大川市、 小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗方市、太宰府市、古賀市、福津市、浮派市、釜市、朝倉,倉市、宮山市,市、糸島市、中川市、春日郡、加保郡、朝倉郡、三井郡、水間郡、八女郡を管轄している。佐賀地方法務局は、佐賀市にある法務省の地方支分部局で佐賀県を管轄している。また。 直接の登記事務の管轄として、不動産登記は、佐賀市、託市、小木市、神崎市を管轄している。関内市局、出張所長崎地方法務局は、長崎市にある法務省の地方市分部局で、長崎県を管轄している。また、直接の登記事務の管轄として、長崎市、西園木郡を管轄している。関内市局、 出張所大分地方法務局は、大分市にある法務省の地方市分部局で、大分県を管轄している。また、直接の登記事務の管轄として、不動産登記は、大分市、別府市、湯部市、薄木市を管轄している。関内市局、出張所熊本地方法務局は、熊本市にある法務省の地方市分部局で、熊本県を管轄している。また、 直接の陶器事務の管轄として、不動産陶器は、熊本市、上間市郡を管轄している。関内市局、出張所鹿児島地方法務局は、鹿児島市にある法務省の地方市分部局で、鹿児島県を管轄している。また、直接の陶器事務の管轄として、不動産陶器は、鹿児島市、日置市、いぶ市、鹿児島郡を管轄している。関内支局、 出張所宮崎地方法務局は宮崎市にある法務省の地方市分部局で宮崎県を管轄している。また、直接の登記事務の管轄として不動産登記は宮崎市東諸方郡を管轄している。館内市局出張所那覇地方法務局は那覇市にある法務省の地方市分部局で沖縄県を管轄している。また、 直接の登記事務の管轄として、不動産登記は、那覇市、富城区市、糸満市、南城市、島尻郡、中上郡を管轄している。館内市局、出張所、ありがとうございます。